建築を担当しております中村でございます。よろしくお願いいたします。それではここはですね、原子炉建屋の2階になります。で今からですね、使用済み燃料プールの入っているプールの底の部分をご案内したいと思います。でこちらですね、昨年5月、6月、7月の3ヶ月かけてですね、プールの床下の補強をしてございます。これか。それでですね、これを見上げていただきますと、プールの床自体はですね、もう健全な状況でございます。これ、プールの床なんですか？はい。天井がもうプールの床下と、見ての通り、もうほとんど健全な状況でございます。これ、なんか貼ってあるの？
プレスを上から下ろしまして、地面に接するところで止めます。で、一応、この中で仕事するところの、閉めた状態だとちゃんと下に行くのかな。今こう外せる状態だと思う。